悩める脚本家のもとに一通のメールが送られてくる。対抗睡眠。30年前の自分に出会い、売れっ子作家へと導くはずが。はい、そうですけど。俺、お前。は？本音なのか建前か。ここを使ってください。頑張りましょう。どうもこの時代と。ユージさんは自分の世界を作る。左に傾く飛行機、何も感じない乗客たちはロマンばっか。人の命何だと思ってんだよ。デージ公演中止だ。えありがとう。いいよ。忘れていた友との約束を果たすための旅へ。果たして自身の手で未来を変えることができるのか。よーい、スタート。時空を超えた舞台の幕が上がる。追走ジャーニー、リエナクト。